強制労働。強制労働とは、自分の意思によるものでなく、他のものに強要されることによってする労働。労働国士のような意味で使われることが多い。しばしば奴隷的な拘束、待遇を伴う。世界の主な強制労働の例には、以下が挙げられる。日本、ソ連、中国については口述。国際労働機関、ILO は、強制労働を禁止するために、 1930年に強制労働に席、する条約第29号を採択した。日本は1932年に批准している。しかしこれは、列強国の植民地支配下の強制労働を背景に制定されたため、1948年採択の世界人権宣言の基準にそぐわない強制労働を禁止することができなかった。 そこで1957年にはこの条約を補完する強制労働廃止条約第105号が採択された。この条約の批准国は2013年7月現在172カ国である。日本国は2017年7月現在この105号条約を批准していない。江戸時代には不老者や無宿者を集めた人足寄せば、ただしこれは構正施設や 職業訓練所としての側面もあったと言われている佐渡金山の水え任足や蝦夷地の場所受けを移請などで強制労働が見られた。幕末の戊辰戦争から明治初期の動乱期にかけて政治犯として逮捕された者などは北海道の州次官、現在の刑務所に相当に送られ炭鉱労働や鉄道敷設の現場で強制労働させられた。 宗時間の死亡率があまりにも高く問題になったことから、明治中期には囚人の強制労働は中止され、民間の雇用による強制労働、タコベア労働に変化した。第二次世界大戦時には国家総動員法により、日本国民、外地、占領地の人間も含むからの動員者、捕虜によるタコベア労働が強化された。また、従軍慰安婦や朝鮮人、 中国人労働者が強制連行され、労働に従事させられたと主張されることもあり、論争になっている強制連行参照。現在、日本では日本国憲法第十八条に定められた、何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する区域に服させられないの趣旨を受けて、労働基準法、労基法で、 暴行、脅迫、監禁その他精神、または体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して、労働を強制してはならないとし、肉体的な拘束のみならず脅迫や、精神の自由を奪うことによって、本人の意思に反して労働させることを禁止している、労基法第五条、下記に記載。労基法第五条違反の判例としては、 広島地裁省は26年5月1日及び、名古屋地裁省は25年9月13日などがあり、労働基準法第17条の全借金に絡む、労働者の足止めや強制労働についてのものである。一方、強制労働の原因ともなる全借金や、労働することを条件とする前貸しの再建について、賃金との総裁を禁止した。 労働基準法第17条と関連した事件もある。従業員が早期に退職しようとした場合について、昨今では、青木貞夫と青木の明の MK タクシーにおけるタクシー運転手に必須の二種免許取得費用の返済や、費用が会社負担だった同社運転手のイギリス英会話留学、MK ホームページの費用の返済などに絡む強制労働問題などがある。 MK が行っている公共職業安定所への同社の求人票などとは極端に異なる労働条件での就労の半ば強要か強制労働に当たるのではないかという問題がある。判例の傾向としては運転手の在社就労期間が極端に短期ではなく会社に収益をもたらしていた場合、当該費用についてはタクシー業務との関連性が認められている。 京都社タクシー会社では日種免許取得費用の会社全額負担が数制である。強制労働問題に関しては具体的状況が民事裁判での和解などで考慮されている。日本ではサービス残業など従業員が拒否できない長時間労働が問題となっている。特に中央官庁で勤務する官僚は国会対応に追われ連日の泊まり込みや 月150時間ほどの残業が常態化しており、労働政策を所管する厚生労働省は、残業時間の長さから、強制労働省と揶揄されていることから対策に乗り出している。このほかにも現在の日本では、知的障害児施設で虐待等により強制労働を強いていたという事件、例、水戸事件、滋賀の3グループ事件がいくつか起こっている。 脳性麻痺患者による障害者患者会大阪青い芝の会は1972年に開放で障害者は働くことは良いことなのだ働けないことはいけないことなのだと教えられていることあるごとに働くことは良いことなのだ働くところがなければ受賛所へ行っても働けと言われ続ける街を歩けばどこの施設から逃げてきたのだと言葉をかけられるなどと 障害が直面している就労に関する実態を明かし、この現実を私たちは拒否しますと表明している。ロシア帝国時代から囚人の強制労働が行われてきたが、ソビエト連邦では1920年後半頃から政治犯などの囚人の労働力が注目され、強制労働がより行われるようになった。当時のソ連では重労働を伴う分野での 労働力不足が深刻であり、労働力確保を目的として、囚人を確保する側面もあった。スターリン体制下の1930年代以降は、強制収容所であるラーゲリの数が発的に増加した。8回、バルト海運河建設などに動員された8回、バルト海強制労働収容所では1932年から1941年に、 かけての10年間で3万人近い死亡者を出した。スターリンはポツダム会談でチャーチルが単行労働者不足を嘆いた際にドイツの捕虜を使えばいい。我が国ではそうしていると答え、4万人のドイツ人捕虜を本国に移送することを勧めるな、捕虜を労働力としてしか見ていなかった。ソ連は1929年のジュネーブ条約に加わっていなかった。 ヤルタ会談では賠償は、駅務や現物による支払いで行われる、駅務賠償が合意された。この駅務賠償の考え方は、捕虜の強制労働を正当化する理由ともなった。ポーランド侵攻以降獲得した、各国人捕虜は389万9397人に、及び、1949年1月1日の段階で56万9115人が死亡し、 542,576人が未帰還のまま抑留された。特にドイツ人の死亡率は高く、スターリングラード攻防戦での捕虜6万人のうち、帰還できたのはわずか5,000人であった。ソ連によるシベリア抑留では終戦後、約107万人の日本人が強制労働に従事させられ、約34万人が過酷な環境で死亡した。 中華人民共和国では、現在も政府や企業において強制労働させている実態が伝えられており、問題が指摘されている。2013年11月に憲法違反として廃止されたものの、他の社会主義国と同様、覚醒剤依存者の構成施設の名目で一部のみ行われている可能性がある。中国では不穏分子とみなされた人々を裁判も、 せずに強制収容して、労働強要制度にて、強制労働をさせていることが伝えられている。この強制労働キャンプは、労働改造所、労界、ラオガイとも言われ、時事英語としても通る名前となり、2005年には、米議会で、中国の強制労働と題する公聴会まで開かれ、約1000カ所の監獄があり、無償で働かされ、その生産物は、日本や米国に輸出し、 中国は利益を上げていると発表された。この問題に取り組む人権活動家によれば300万人以上が強制収容されているとし、その状況を訴えるために2008年、ワシントン DC に中国の強制労働問題をテーマにした労働改造博物館をオープンさせている。2012年10月、アメリカのオレゴン州に住む女性が中国製品を買ったところ、 その製品の梱包の中から中国当局による強制労働の実態を告発する手紙が見つかるという事件があった。この手紙は英語と中国語で書かれており、それによると、遼寧省の労働教養員の強制労働従事者は1日15時間労働で休みもない。従わなければ叩かれるなどの虐待を受ける。給与はないに等しいという実態を告発し、 手紙を偶然に見つけた人に対し、手紙を人権団体に届けてくれと訴えている。現在、アメリカ当局が手紙の内容を精査している。2007年には、中国産青少林紛氏のレンガ工場一帯で5万3千人以上の不法入国意味を使用し、誘拐した子供千人以上を強制労働させていることが判明した。子供らを一日14時間労働させ、食事も 十分に与えず、暴力も加えていた。中には8歳の幼い子供もおり、最長で7年間強制労働させられていた者もいた。中国の自治体関係者や警官も加担していた事実が発覚している。2008年には、中国国立交渉ハルビン市の建設現場で、知的障害者34人を強制労働させていた事実が発覚。 約30平米の部屋に閉じ込められ、1日2回の食事でレンガや砂利の運搬をさせられ、逃亡しようとした者には暴力で服従させていた。韓国では知的障害者を人身売買し、離島の延殿で一切給与を支払わず、監禁して強制労働させていた事件が2014年に発覚した。 外国人労働者への虐待が蔓延しており、韓国当局は、搾取と強制労働のための人身売買を蔓延させる、はずべき制度を作り上げていると、アムネスティ・インターナショナルが報告した。シベリア抑留については、シベリア抑留、シベリア抑留に関連する作品を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。